さっきから普通に会話してますが、メニューさん、あなたも来るのですか？記憶がないのでしたね。こちらをご覧ください。ん？初めてですよ、天性を司る神である私に配下になれとおっしゃった方は。責任取ってくださいね。